ヨープスト・フォン・メーレンは、ルクセンブルク家のモラビア辺境伯、後に、ルクセンブルク公、ブランデンブルク選定公、ローマ王。チェコ名ヨシと、フランス名、ジョス。父は、ボヘミア王ヨハンの子で神聖ローマ皇帝カール4世の弟である、モラビア辺境伯ヨハン・ハインリヒ。母は、オパバラチブシュ、公ミクラーシュ2世の娘マルガレーテ。ローマ王兼ボヘミア王ベンツェルと、神聖ローマ皇帝兼ハンガリー王、ボヘミア王ジギスムントは、いとこにあたる。1372年、ハンガリー宮中伯を務める、オポーレ公ブワディスワフの娘エルジュビエタと結婚したが、すぐに、死別、1374年には、ブワディスワフの妹であるアグニェシカと再婚した。2度の結婚で、子供はなかった。いとこである、ローマ王、ベンツェルハンガリー王、ジギスムント兄弟に、多額の融資と軍事援助をしていたため、1388年に、ベンツェル・ジギスムントよりそれぞれルクセンブルク、ブランデンブルク選定公領を借金の抵当として譲られる。野心家でもあり、1394年にベンツェルと対立するボヘミア貴族と組んでベンツェルを捕らえ、監禁するも、翌1395年に報復に出たベンツェルにより監禁されている。ブランデンブルクの統治は、義弟のマイセン辺境伯ヴィルヘルム一世に委ね、ルクセンブルクは抵当に入れて、オルレアン公類に転売した。男子のないジギスムントから1400年に後継者に指名されたが、ヨープストの方は反対派と結んで、ベンツェル・ジギスムント兄弟を脅かしていた。1401年に、ハンガリー貴族がジギスムントに対する反乱を起こすと、どさくさに紛れて、ブラチスラバを占拠、同年にローマ王ループレヒトの軍勢がボヘミアに迫るとそちらへ加勢した。ジギスムントもヨープストの油断ならない姿勢に警戒し、1402年に後継者をヨープストからオーストリア公アルブレヒト4世へ変更、同年にヨープストの捕獲を企てて失敗している。ループレヒトが1410年に死去すると、ジギスムントの反対にもかかわらずヨープストを次期皇帝に推す選定公が現れて二人が並び立つ状況が続いたが、翌1411年にヨープストが死亡し、ジギスムントが単独の皇帝になった。ジギスムントはまたブランデンブルク選定公にも復位した。ルクセンブルクはジギスムントの姪エリーザベトが相続した。鈴本 P102、P129。セハラ、P219、P222、P230、P232、AB トラウシュ、P42、セバラ、P224、P226、P236、P238、鈴本、P136、P137、セハラ、P242。ありがとうございます。